ということで、さて昨日は AKB48 49枚目シングル選抜総選挙の速報発表がありましたね。皆さん、はい、はい、チームメイトからはですね、なんと8人が選ばれました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、この中ではね、ゆいゆいとなぎちゃんがマイクにしてるけど、どうですか？そうですね、私は速報をニコ生の裏で見ていたんですけど、なんか最初やっぱり聞いてる時、みんなメンバーが、行くメンバーがどんどん呼ばれてる時は、本当にもう本当に息ができないくらい緊張してて、でそれで呼ばれた時は本当に嬉しくて、ほっとした気持ちと嬉しい気持ちで、もう胸がいっぱいになりました。ありがとうございます。なぎちゃんはどうですか？すごい名前はあって嬉しかったんですけど、でも96位なのですごい悔しかったので、本番はランクアップしたいです。よろしくお願いします。お2人はそうです、ね、まだ2週間ありますからね。盛り上げる感もある。盛り上げるぞ。そうですよ、はい、ということで投票期間は今月16日のお昼3時まで、17日の開票に向けて2週間ありますからね。はい、引き続きチームメイトの応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、こんにちは。こんにちは。はい、お姉ちゃんいかがでしたか？はい、私名前呼ばれなかったんですけど。うん、そうだね。大丈夫よお姉ちゃん。どうした？悔しいよな。悔しかったね。あのね、あなた A と1の歌唱力があるんだから、そこしっかり自信持って頑張んなきゃダメよ。はいね。うん、すげえ悔しいの分かるし、俺もすごく悔しかったし、まだ速報だから、あなたの歌声たくさん魅了されてる人いるから、きっとその人たちが押し上げてくれるからな。はい。そして今日あれ、寿司三昧行ったの？行きました。いい顔してたぞ。はい、楽しかったです。楽しかったね。はい、いろんな仕事をこなしてさ、素敵なお姉ちゃんが作り上げられてるから、まあその一つすごく悔しいだろうけど、あなたにはすごい歌っていうものがあるから、そこを堂々と自信持ってどうか腐らずに、まず速報ですから たくさん頑張ってくださいよ。はい。そして久しぶりにやってもいいですか？はい。じゃあそちらからいいですか？そちらから私からですか？はい、すき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 、せーの、すき。はい、ありがとうございました。かわいいよ。いや、それはありがとうございます。ありがとう。はい、ありがとう。ゆりちゃん、ありがとうございます。やだっつった。大丈夫か、ベリンちゃん。あー、大丈夫。うん、大丈夫じゃないな。俺も入ったと思ったけどね、速報。うん、うん、頑張ってただろう、ずっとたくさんの人見てたし、握手会もいっぱいたくさんの人並んでるんだから、あなた応援してる人ものすごく多いから、その人たちの顔を忘れないで一つ一つ仕事を頑張ってください。まだ速報だし、うん、ね、綺麗よ。そして最近ちょっとベリンちゃんに恋をした和賀さんがね、ちょっと一言。和賀さん今日全然喋らないですね。
って。そうそう、馬鹿さん一言。いやね、まあそこ入んなかったんだ。大丈夫だからね、多分凛ちゃんは。私別になんか変えなきゃいけないこともないだろう。ないね。ね、うん、まあ、いやもう凛ちゃんドキドキしちゃうな。ね、このようにね、たくさんのおじさんを恋させてるわけだから、あの自信を持って大丈夫よ、ベニちゃん。はい、うん、あのこんなに器用な子はエイトにいないと思ってるから、自信を持って。はい、持ちます。うん、いいと思います。もうあなたが自信持ってること知ってますから。本当はそっち行きたかったんだけど、みんなの頭ポンポンしたかったんだけど、申し訳ないですけど、あの、これ、こういう応援になってしまったけど、まあ、まだ速報なんでね、みんなのことを信じて、突き進んでいきましょう、ベリンちゃん。はい。うん。頑張ったよ。ありがとう。ありがとうございます。うん。こういうことだもんね。そうだよ。髪型も似合ってるよ。どうしたの？ちょっと右にギュッとやってみたの。右にギュッとしてみました。してみましたね。右上がりって意味だね。うまいですね。 ありがとうございます。以上でございます。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。みんな頑張ってね。ショールーム、ありがとうございました。見えますから。はい、ありがとうございました。さようなら。